昨夜、自衛隊施設の整備が進む種子島沖の馬毛島で油圧ショベル機が穴に転落する事故があり運転していたスリランカ人の男性が死亡しました事故があったのは滑走路の新設など自衛隊施設の整備が行われている馬毛島の工事現場です警察などによりますときのう午後8時半ごろのり面の掘削作業を行っていた油圧ショベル機が 雨水などをためる穴に転落したということですこの事故で油圧ショベル機を運転していたスリランカ人の43歳の男性作業員が病院に運ばれましたがおよそ3時間後に死亡しました事故を受け県は国に対し原因の究明と再発の防止工事の安全確保に万全を期すよう申し入れを行ったということです